割と1月の13日の金曜日で、あー、13日の金曜日ってのあるかなー <laughs> あのー、まあまあまあ、ちょっと何を話すかね、これまだ皆さん分かってらっしゃらないので、この13日の金曜日が何を意味するかっていうのは、意味するかっていうのはね、ちょっとピンとこないと思うんですけども、まあ、ちょっと一回置いといて、えっ、ー、と、まあこれご覧いただいてる方の中で、まあご自分のパソコンをお持ちになってる方、お持ちの方もいらっしゃると思うんですけれども、パソコンってどれぐらいの周期でこう買い替えて、 ますかね、あの僕はですね、まあ、2005年に大学の教員になったんですけどもそれ以前は2年に 1, 2年に1回ぐらい、ね、新しいパソコンを買ってたんですよ。でそれは、まああのー、その当時の方がこう今よりもその2年経つと全く違うレベルのスペックのパソコンが出てきたような気がするけどどうなんだろうな。今はは買う頻頻度度が遅くなっているので頻度は 低くくななっってていいるるのでこのででこ周期が長くなっているんでちょっとその時と単純に比較できないかもしれませんけれども、まあ、とにかく僕はどちらかというとパソコンのまあ超ヘビーユーザーなんですよね 今日あるあの業者の人に話をしましたけれども、まあ,あ、のその人曰く僕は超ヘビーユーザーだっていう話なんですけども、その超ヘビーユーザーだっていうのは、まあ、二つあって、一つは一日あたりの利用時間ね。まあ、要するに利用時間で一日どれぐらい使っていて、かつそれがまあ1週間とか1ヶ月とか1年どれぐらい使ってるかっていうことで、基本的に僕は、えっと、朝起きてから寝るまでのかなりの時間パソコンをいじってるんですよね。パソコンを使う仕事が圧倒的に多いので、 まあ例えばあのまあ授業中はゼミとかの授業の場合パソコン使うことはありますけれどもまあ,あの例えば講義科目とかだとね確かにパソコン使わないことはあるけれど会議の時必ず使うしまあそれ以外の時間帯も結構使ってることが多いので圧倒的にパソコンのまあ使用頻度が高いと思うんですよね。 かつ持ち運びの頻度も高いんですよつまりまず家から大学への往復を必ずやっているしそれ以外にも大学の中でもまあその自分の研究室であったりとかそれこそ支援センター所長席から会議室とか、えー、所長席から教室とかっていう感じで持ち運ぶ頻度も高いんですよそうするとまあパソコンにとって良い わけがないんですよね、まあ、動かす頻度が高ければ動かす機会が多ければ多いほど、まあ、それなりのこうなんですか衝撃とか積み重ねていって、まあ、いろんなところにガタが来るでしょうから壊れると思うんですよ。で、まあ、だけども、まあ、大学入ってからはそうね4年34年に1回ぐらいですかねっていう感じだったんですけども去年の年末に大学の研究室にあるパソコンデスクトップパソコンなんですけどこれの画面が壊れたんですよ。 で、これは、まあ、あの、電話、電話というか、その、メーカーに、メーカーの人と話をしたら、ま、あ修理ができるんじゃないかって,って、6万円じゃなかったかな、確か。なんかでできるって話で、で、しかもそれも、あの、宅急便に送って、修理してもらった宅急便に帰ってたんだけど、出して帰ってくるまで5日ぐらいで帰ってきたんじゃないかな。なんかすごい感動したんですよね。そんなに早く帰ってきて、しかももう、もちろんその修理されてるわけですから、あの、完璧な状態で動作するようになったわけなんですけども。で、今日、 1>, 1月13日なんですけども、今これを撮っているこのパソコンが壊れたんですよ。で、これ撮ってるのに壊れたのかって感じだと思うんですけれども、これ多分その動画の側では全く見えないんですけれど、実は画面の上で、ディスプレイの上で線が入ってるんですよね。で、これちょっと差し込んで、あの、こんな感じだっていうイメージをお見せしないといけないと思うんですけれども。 下の部分と左端の部分に線が入ってしまって、これ僕の仕事的にはね、致命的なんですよ。あの、この下の部分が見えないとなると、画面いっぱいに広げたときに、一番下にあるところを押さないと処理できない操作っていっぱいあるのね。だからこのフルスクリーンが使えなくなった段階で、このパソコンの僕の仕事はもう、 なてうのかなりこう、なんていうのかな、低速化っていうのは、スピードが遅くなるっていうことなんですよね。で、それ以外にも、ちょっといくつか、このガあの,このパ、このパソコンくんも、ガタが来ていて、その、例えば、あの、なんていうのかな、あのフリーズしやすくなったとか、この USB ポートって言いますけど、それがこう、の、 挙動もちょっっとななんんかおかおしくなってきてたりするんでまあ確かにね、ガタ来てるんですよね。もともと2017年に発売されたモデルを2019年に買って、19、2 20, 20、22っていうふうに丸4年ぐらい使ってるんですよね。だから、2年周期で考えてた時代と、今のパソコンの使い方って大して変わっていないので、まあガタが来ても全くおかしくないんですよ。 だから、2年周期で使っあの買い替えてたときっていうのは、実は壊れはしてないときに買い替えてたんですよ。つまり壊れてしまったときに、そこからもう,ていうの、データが取り出せなくなるみたいなリスクがあるんで、何かそういう重大な問題が発生する前に買い替えるっていうのも、一つの、まあ、戦略として僕は持ってたんですよね。だから今回は、そのハードディスクそのものもちょっと怪しい動きをしている。それ以上に、今回はこの、 モニターのディスプレイのところにね、あの線が入ってしまって見えなくなるっていう問題があるので、まあ、ちょっとどうするかと。で修理屋さんに持って行って業者さんのところに行ったらば、どう頑張って一番安くても11万円で、高いと22万円って言われたんですよで。それはしかもこのディスプレイの修理に関する部分のみで、それ以外にもいろんな方が来ているところまで考えていくと、多分ね、30度超えちゃうんですよ。 そしたら新しいの買った方がよくねっていう話になって、だから今日ちょっと予約をして修理を申し込みに行ったんですけれども、それをとりあえず、その、 プロの人の話を色々聞きながらね僕の使用頻度とかね、使用状況とかお話しして、いろいろ状況的に見てどうですかっていう感じで、まあ、あんまりこうそれだけの金額をかけておあの修理することをお勧めしませんと。つまり20 2017年出て、今2023やから6年経っているんで、まあそろそろヴィンテージものって言われるタイプモデルらしいのね。6年目にして。だからちょっと あと、まあ、その10万とか20万、30万っていう金額を出していあの、修理するんであれば、まあ、修理したとしても、今のこのパソコンので使われている部品の在庫っていうものがもうすぐなくなるので、他のところが壊れたらもう直せなくなるわけよ。だから、いつまで持つかわからないパソコンに対して20万とかの修理費をかけるのは、まあ、得策ではないという判断をして、まあ、 新ししいいものををを買うというと判判断断、まあ、自腹でですすよたんそうするとどうなるかっていうとまあこういうことですよなんか違うところで物欲炸裂みたいなこの今の時期はあのコンビニとかでいちごものやってるんでいちごのオールドファッションとこれ何やったっけいちごザクザクもち食感いちごシュー こんなのを買ってきて、とりあえずこのね、この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 、もやもやを、まずは、あの、食べ物で発散するという、最もっとも、ももでやっちゃいけないやつですけれども、まあ、とりあえずたまには、たまには作ってもいいかな、ということでございます。皆さんもね、パソコン壊れる前にね、データのバックアップとかをね、取っておくことをね、強くお勧めします。ほんじゃまた。